視聴者さんからいただいたお声、何件か抜粋していきたいなと思います。あれはね、今年の中でも買ってよかったシリーズで上がってくるんちゃいます？だからもうこれは吐かずしていられへんなと思ったんで、はい、本日ですね、2023年夏に買ったアイテムを視聴者さんに聞いていきましたということで、インスタグラムの方で視聴者さんにこうやって、この夏なんか買いましたかっていうところで聞かせていただきました。で、僕自身はここにも映ってる通り、まあ動画ではしてないんですけども、オッシュマンズさんの西宮店に行って、ウェットスーツを購入しました。で、オーダーしたいなっていうことで、オーダーさせていただいて、パンツ一丁になってですね、測っていただいたということで、無事それもね、先日届きました。まだちょっとサーフィンは行けてないんですけども、またまた行きたいなと思います。なんでお前それはね、そんな黒いねんっていう話だけど、これはちょっと最近ね、嫁と一緒に旅行でちょっと静岡の方に行ったっていうところがあって、それでちょっと焼けちゃったんですけど、まあそういう感じでやっていきたいなと思います。視聴者さんからいただいたお声、何件か抜粋していきたいなと思います。まずはですね、紙ショーツ、バーサタイルミット、カンカン帽ということで、この3つを買ったと。で、紙ショーツって何っていうと、まあ、これですね、和紙で作った紙ショーツ、まあ、僕の作ったやつだけど、それとか、あと、バーサタイルミット。これはね、新発売で、2023年、今年から出たノースフェイスの機体のショーツやったんですけど、まあ、それを購入しあったと。で、まあ、ちょっと丈長いかなっていう印象はあるんですけど、まあ、それは人それぞれね、考え方違うし、僕はそんな足長くないから、もうだいぶ膝小僧までいっちゃうんやけども、そういう足長い人やったらいい感じかもしれないですよね。で、次がラファ。ラファって何？ちょっとわからへんけど、ここにちょっと画像載ってる。ラファって何？パクさんですね。同じくウェットスーツですということで、磯の浦遊びに来てくださいということなんですが、実は磯の浦ね、この夏ね、一回行ってるんですよ。一回行ってて、また近々行こうと思ってるんですけど、まあ基本僕土日は行かないんで、土日すごいんですよ。もうサーフィンのとこのエリアって、もう隣と隣がもう肩当たるぐらい、もういっぱいみんなサーフィン待ちして、波待ちしてるんですよ。なんかたまに地元のサーファーがブチ切れてるんですね。おらーとか言ってブチ切れてるから、怖い怖いと思って、僕はもう平日しか行かないんですけど、そんなんとか。あとね、物は買いませんでした。じゃあ何買ったの？ってことなんだけども、なんかサービス買ったりしたんかな、ちょっと分からんけど物買いませんでしたとかね。あと一発逆転サマージャンボって書いてます。僕よく YouTube のチャンネルで言ってますけども、宝くじは 48% しか返ってこへんから買ったらダメですよって言ってるんですけど、まあもしかして当たってたら、でもちょっとね、僕に恵んでいただければ嬉しいかなと思います。よろしくお願いします。でそれ以外にやったらアークテリクスね、空のフーディーやっと抽選当たったってこと。アークテリクス抽選してんの？そうなんですよ。知らん方もいらっしゃると思うんですけど、アークテリクスもうすごい人気になっちゃって、もう普通に買えないんですよ。今までとかで普通に買えたじゃないですか。あとはじゃあ値段の問題だねなんて言ったりしてたんやけども、もう今はそもそも店頭並んでない。黒とか人気の色に関してはもう抽選で当たらないと買えないっていう状態になってて、今年はねアークテリクスブームが来てるんですよ。まあ去年ぐらいからなんですけどね、なかなか買えないっていうことがありますので、まあ もし皆さんアークテリクス欲しいやつがあると思ったら、あそんな買われへんねやと、だから本気で買いに行かな買われへんと思いながらね、言っていただければいいかなと思います。ちなみに僕は今年入ってから1個もアークテリクス買ってません。なんでなんかっていうと、買おうかなって思うやつは基本抽選ばっかりやからもう買ってないっていう、まあただそれだけなんですけど、そんなこととかね。あとキャップ、帽子買ったよーっていうことがあって、まあ僕も帽子はね買ったりはするんやけども、基本まあジム行く時に被ってるっていうことが多いので、ジム以外はあんまり、まあジムとか旅行の時はちょこちょこ被ってますけど、そんな感じですね。でヘルメットっていうことで、まあバイク乗りはるんかな。ヘルメットも高いし高いからね、ほんまにね5万とか6万とかするやつザラにあって、10万とかするやつもあるから皆さん気をつけてください。で次 MacBook 買いました。これ仕事用でしょうね。仕事に投資できる男はできる男なんです。なぜかというと、僕そう言い聞かせて自分で MacBook 買いましたんで、なんとあそこにある MacBook、お値段がですね、70万円になってるということで、カスタムしまくった結果70万までいきました。なので、あれ使って頑張って編集しないといけないんですけども、残念ながら今もう編集しておりません。だから編集者さんが今5、6人いてるんで、もうその方々に投げさせていただくんですけども、じゃあお前あんなスペックのやついらんやろって話なんやけども、まあ一応、一応っていうことでね、ちょっとだけ何もせんから何もせんからって言いながら、まあそんなことで買いましたっていうことですね。で次が、サンダルマンのサンダル。まあなんかサンダルなんでしょうね。僕ちょっとサンダルマンがちょっと分からへんからあれなんやけども、あとエルメスのね、アンシェネリングっていうのを買いましたっていうことで、ちょっと僕は腕のやつしか知らないんですけど、腕のごっついジャラジャラしてるやつあるじゃないですか。であれもね、比較動画作ろうかなと思った時に買おうと思ったんやけども、売ってないんですよ。であれでね、比較動画作れるから、インタビューとかで女子にインタビューしてみてどれが一番いいかとかやってみたいなとは思ったりしてるんやけども、なかなか買えないと。もし買えるとかあったら教えてください。で高藤さんの動画見て、オンのクラウドモンスター買いました。あれはね、今年の中でも買ってよかったシリーズで上がってくるんちゃいますっていうぐらい、オンのクラウドモンスターは良かったかなと思ってます。ほんま西宮の店長にね、おかげさまですよね、店長が教えてくれたから。じゃないと絶対オンかな、これええかなんて絶対買わへんかったから、食わず嫌いはダメやなっていうのを教えていただきました。で次は、ジャバメディアのサングラスと紙ショーツ、ありがとうございます。で次レイバンのメガネということで、レイバンもね、サングラスとかメガネとかいっぱい出てるかなと思うので、そういうの買ったよと。であと車ね、車買ったっていう人いてて、すごいね、ハブリーですね。夏はどうしても洋服の単価が安いから、小物とかにお金かけれるからね、結構そういう方も多いかなと思います。あと T シャツ短パンとかね、いうことがあったりとかしてたり、あと婚約指輪出ました。
ババババーンですよね。僕も婚約指輪買った時っていうのが実は森さんっていうたまに動画出てくれる幼馴染の子いてるんやけども、森さんと一緒に行ったんですよ。僕まだ教員時代ってね、ちょっと婚約指輪買いに行くから来てって言ってね、でバーって言ってね、この店行くねってこの人バーって言ってね、すいませんこれくださいって言ってね、もう開始5秒でもう婚約指輪決めたって、これ嫁蔵に言ってないんですけども、それで森さんがね、こんなすぐ決めていいの？ねもうこんなん大体でパッて決めたらもうそれでねって言ってね、そのピューターがんけども、もう大事に選んでもう前から決めてたんちゃうかなっていうぐらい早かったっていうことを、まあ言いたかったんやけども、そういう婚約指輪を買ったっていう方もいらっしゃる、おめでとうございます。で次はね、僕が今つけてるサングラスですね、ジャパンみたいなサングラス買ったよっていう方もいらっしゃったり、あとはどっかのブランドのサングラス買ったよっていう方もいらっしゃったりするので、結構小物がやっぱり多いですよね。サングラス系とか、あとアクセサリーとか、あとはサンダルとかね、靴とか、まあその辺が多かったり、あとビルケンストックの大分、これ知らんな、全然わからへんねんけども、とかワンピースタイプの、サイクルジャージというのがあったりとか、ちょっとわからへんな、あとまあ車とかね、いろいろ皆さん購入されているみたいです。で僕もですね、いろいろとこうちょっと買わせていただいてですね、前女子にインタビューして、そのどのサンダルがいいですかみたいなことで、サンダルちょっとレザー系のサンダルがやっぱ一番人気やなっていうことで、こういうグルカサンダルっていうのを買ってはみました。で履いてみました。ただもう先言うけど、これも使わない、僕あんま好きじゃない、それやったらこのグッチのビットローファーを買ってみたんですけど、革靴って本物はどうなんかっていうのをちょっと履いてみたくて、もちろんいろんな革靴があるのは分かってるんですけど、やっぱビットローファーの最初の元祖ってこのグッチなんですよ。だからもうこれは履かずしていられへんなと思ったんで、ちょっとこれを買ってみて、一応ソールとかにもね、滑り止めのラバーをつけたりして、これ全部こう木なんですよ。で木でこの上まで行ってるんやけど、それするとやっぱ雨の日にやっぱ滑るっていうのもそうやし、それ以外にもこう傷むっていうところ、もう直でこの底が傷んでいくので、まあラバーつけたりしたんですけど、まあそれぐらい、まだ履いてないんですよね。これから履いていこうかなっていう感じで。で、グルカサンダルに関しては、僕こういう網のサンダルがそもそも好きじゃないんですよ。だから僕には合わなかったっていうことで、まあ今後なんか比較とかするときに動画で使えるかなと思って一応置いてますけど、片足だけ履いてみると、このね、サンダルっていう名前ついてる割に履くのに手間かかるんですよ。で、こんな感じ。やったらもう靴でよくねと思っちゃって。このサッと履けるサンダルやったら、まあまだしもちょっと許すかなと思うけども、そのサンダル履くためにこのバックルをこっちをやってグってやってってやってるんやったら、もう靴でええやんと思っちゃってね。もう僕はそっからもうええやと思って履かんくなっちゃったんですけど、なんかこのレザーのサンダル、グルカサンダルは、一応買ってみました。でね、こういうレザーのシューズはですね、まあやっぱ本物知っといて損はないかなと思ったんで、で、先ほど言ったようにね、やっぱ夏服ってそんなにアイテム高くないので、まあ小物をちょっと買ってみようかなっていうことで、僕はハイブランド全く興味ないんですけど、まあ、ビットローファーの元祖って言われるぐらいやから、まあ他と違うんやろうと思って履いてます。ただこれも実際履いてみて微妙やったら、これで微妙でしたねって言ってもう履かんくなると思うんですけど、YouTuber もね、大変なんですよ。これいっぱいいろんなの買っていっぱい試さなあかんから、体1個しかないからね、試す言うたっていつ試すねんっていう感じなんやけども、まあそういったことで僕は僕で、こういうのを買わせていただきました。また秋冬になったで、もうカウダウンジャケットとかもある程度決まってるんですよ。で、視聴者さんの方でも、例えばこれちょっと紹介してくれへんとか、こういうのちょっと見たいねんっていう方がいらっしゃったら、もうどんどんコメント欄にバーって書いていってくれれば、そこで僕パッて見てますので、あ、こういうのやっぱ需要あんねんなとかって言って買ったりとかしていこうかなと思ってます。で、それこそさっき言ったエルメスのなんかわからんけどバックルのやつ、あれももうめっちゃ人気で定番のやつなんやけど、素材シルバー925やったら原価そんな1万もいってないでって思うんやけども、それが20万とかで売られてるってことは、まあ何かしらの理由があるんやろうなと思ってね、ちょっと買ってみようかなとは思ったりしてるんですけど、とにかく売ってませんでしたね、買えませんでした。ということで今回ね、夏に買った洋服っていうのを皆さんに聞かせていただいて、僕のやつもちょこっと紹介させていただいたんですけども、まあまた秋冬、こんなん買ってほしいよ、でこんなん買ったよっていうのをね、お聞きしたいなと思いますので、その際よろしくお願いします。ということで本日ですね、夏に買ったアイテムをご紹介してみたというかなってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。